きっとこのニュースを聞いたことがあるでしょう。イタリアは世界の食の通です。なぜそう呼ばれるのか、ぜひ食べてほしい料理と一緒に見ていきましょう。まずはパスタ。イタリアには600種類以上のパスタがあるって知っていましたか？スパゲッティ、カルボナーラからフェットチーネ、アルフレッドまで、地域ごとにそれぞれの美味しいバリエーションがあります。次はピザについてお話しましょう。トマト、モッツァレラチーズ、バジルというシンプルな組み合わせの定番マルゲリータピザは、サボイアのマルゲリータ王妃にちなんで名付けられました。ええ、本当に美味しいんです。さて次は甘いもの、ジェラートです。このクリーミーで夢のようなデザートは古代ローマにまで遡ります。普通のアイスクリームよりも濃厚でリッチなので、スプーンですくうたびに幸せな気分になります。最後はティラミスです。この贅沢なコーヒー風味のデザートはイタリア語で、文字通り私を元気づけてという意味です。コーヒーに浸したフィンガービスケット、マスカルポーネチーズ、ココアパウダーの層、好きにならない人なんているのでしょうか？ですから次に何か素晴らしいものが食べたくなったら、これらの象徴的なイタリア料理を思い出してください。ブオンアペティート。